小松康氏はテレビ朝日のアナウンサー。2020年10月よりスーパー J チャンネルの平日版メインキャスター。主に報道番組を担当するが、英語力や海外経験を活かしてオリンピックや世界水泳など国際スポーツ大会の現地レポーターに起用されることも多い。北海道札幌市白石区出身。北海道札幌東高等学校。 国際キリスト教大学教養学部を卒業。国際キリスト教大正3年生在学時に米国ペンシルベニア大学に留学し、そこで受けた演劇の授業に感銘を受け、将来ミュージカル俳優になりたいと思いニューヨークの演劇学校で演技や歌唱のレッスンを受講した経験もある。1998年テレビ朝日入社。真鍋ユから 代わり2006年6月から1年間の予定でニューヨーク支局に勤務したが2007年4月からヤジウマプラスのメインキャスターを務めるために予定より早く飯村真一に引き継ぎ帰国し番組終了の2010年9月まで担当した2011年4月から情報満載ライブショーモーニングバードを担当した2018年10月1日からワイド スクランブルで司会を前任の橋本大二郎から代わり、アシスタントから昇格した大下陽子と共に担当。2020年10月から渡辺則りの後を継ぐ形でスーパー J チャンネルのメインキャスターに就任した。ありがとうございます。